です。野菜の自動生産について話したいんですけど、皆さんが普段食べてる野菜ってスーパーで農家の人が出荷されてくれたものを買って食べてると思うんですよ。そうじゃない人は自宅の畑 で必死に育てた野菜を作って食べているって感じだと思うんですよ。植物工場っていうのは人工の光を与えて、費用は 1.5 倍ほどかかるけど2倍の効率で出荷できるよっていうような工場で、まあ、そういう風に聞くと聞こえはいいじゃないですか。じゃあ植物工場にしようよと思うかもしれないんだけど、イメージが悪くて日本ではあまりうまくいってまだいってない。だけど台湾とかそういうところではうまくいって、中国とかね、今後は自動化すれば確実に野菜の値段は手頃な価格で買えるようになっていきます。まあ、だけどもそれよりも農家の人が作った野菜が食べたいっていうことであれば、変わらず天候に左右されて出荷量の少ないだけはもうたまに好きながら野菜を買うことになるでしょう。だからどちらがいいのかっていう意味でもこういう方法で考えてみることをお勧めしますので、読んでみてください。それでは。